どうもこんにちは、今日こです。皆さんいつも動画を見ていただきありがとうございます。今回は自己肯定感の高め方についてお話ししていきます。ちょっと唐突なんですけど、最初に皆さんに一つ質問をしてみたいと思います。皆さんは自分が好きですか皆さんは自分が好きですかここでちょっと私の話をしようかなと思うんですけど、私は実はですね、一昔前までは自分のことが本当に大嫌いでした。 えー、私自身は一族全員教員の家庭に育って、まあ、たくさんの愛情とか期待を受けていたと思います、まあ、自分の家族自慢みたいになってあれなんですけどすごくね全員が優秀だったんですねいい子でいなくてはいけないとか優秀でいなくてはいけない、まあ、こんなふうに思うことも多かったんですねでそんなプレッシャーの中、まあ、そう振る舞おうとしていた自分がいましたで本心は本当の自分はこんなんじゃない、まあ、このように思ったこともあったのかなと思います、まあ、しかし、まあ、いつも通りの毎日を 明日から変えるなんんててことできまませんしそうこうししいるうちにに私は大人ななりましたなかなかいつもの日常を大きく変えることって勇気がいることですからね、まあ、ちなみに先日の動画で習慣化を身につける方法論を解説しました気になった方はそちらも見てみてくださいまた話を戻していくんですけどじゃあ現在はっていうと私は自分のことが大好きになりました長所もありますがもちろん短所もあります完璧では人間ではありません それでも昔と違って不完全な自分を今は認めることができていると思います私はある時から自分に対する考えを改めたんですね自己肯定感の低さの原因とかどうすれば自分を好きになれるのかこれについてしっかりと理解するきっかけがあったんですねそれにより私は等身大の自分を受け入れることができるようになりました自分のいいところが見つけられないとか私は誰からも愛されてないとか何をやっても人よりうまくできない自分には価値なんてないこんなに思って ている方はこの動画を見て自己肯定感の正体とどうすれば自分を好きになれるのかという方法を持ち帰っていただければと思います大人になって考えがある程度出来上がってしまった以上自分を変えることなんてできないそんなことは絶対にありません自己肯定感っていうのは肯定的なものです生まれたばかりの赤ちゃんのことを皆さん考えていただければわかると思うんですけど自分のことが嫌いとか自分に自信がないなんて思えませんよねそれに子供時代の人格形成期に培ったものが全てで としたら20歳以降の人は変われないのではないでしょうか。 そんなことないですよね。今日っていう日がこれからの人生の中で一番若い日です。気づいた時から始めれば遅いなんてことは絶対にありません。自分を好きになって生き生きと生活していきたいとか、ありのままの自分を受け入れたいとか、悲観癖を直して物事のいい側面を見れるようになりたい。こんな風に思う人は、この動画を見ていただけることで自己肯定感が低い理由が分かって、正しく理解することでありのままの自分を愛することができるようになるはずです。 ていきますのでぜひ最後までお付き合いいただければと思います。それでは始めていきましょう。まずはそもそも自己肯定感とは何なのかについてお話ししていきましょう。自己肯定感っていうのは、等身大の自分を受け入れることです。自分は何があっても大丈夫と思えること、自分を信じる気持ち、自分なら絶対にできるという気持ち、そして自分を愛する気持ち。 もうこんな感じです。先ほど私が言ったように、欠点やダメなところがあってもいいんです。そんな自分も大好き。そんなところがあるからいい。このように思える状態が自己肯定感が高い状態と言えます。自己肯定感が高いと、自分の決断を信じることもできるし、自分の気持ちをコントロールすることもできるし、そして失敗しても立ち直ることができます。悪いことがあっても前向きに捉えることもできます。とは言っても、これが昔はできなかったんですね。えー、テストで90点を取ったとしても、 落とした10点に意識がいってしまったりとか、失敗したらどうしようかなっていう風うにこう悩んでしまったり、過去の失敗にとらわれてしまったり、私はそんな感じだったんですね。完璧な自分じゃないといけないっていう風に思い込んでました。テストで100点取れない自分は最低の人間だという風に思ってました。失敗は許されないと思っているから、いつでも完璧であろうとしました。弱い自分ってもうありえなかったんですよね。だから友達とか家族に泣いているところを見せたこともほとんどありませんでした。弱 いいいたりとか情けないとかなころっていうのは見せててはいいけないと思ってたんですねそのアフィリエイトを始めた時に私は挫折を味わいましたで以前「クズ発言の真相」っていう動画を上げていると思うんですけどあの時でもそこそこの結果は出てたんですよねだけどもうめちゃくちゃ悔しかったもっと結果が出るはずだと思っていたのにそれほどまでにいけなかった自分には価値がないとさえ思ってたんですねああの時のののの時全力であの結果っていうのが私の ね、本当の姿だったわけじゃないですか。まあ、そうで、ね、あったのにも関わらず、私はそれを受け入れることができなかったんですね。ありのままの自分を良しとすることができなかったということなんです。でこのように自己肯定感が低いと、今の自分に納得がいかなくてで、自信が持てなくて、いつも不満を抱いて生きていかなくてはいけませんで。そもそもなぜ自己肯定感が低くなってしまうのでしょうか。この自己肯定感って、子供自体にどのように親とか家族と関わってきたかが重要だと言われています。 例えば、親にしっかりと愛されたとか、親に必要とされたとか、成功体験を積んできたとか、自己肯定感が高くなるのって、一般的にはこのように言われてるんですね。じゃあ、子供時代に今言ったような、その環境になかった人っていうのは、一生自分を嫌いなままで、 生きていかなくてはいけないのでしょうか。時々いい年になった大人の人でも自分の人生がうまくいかないのは親の育て方が悪かったっていう人にいるんですけど私はその理論が通るのは二十歳までだと思うんです。二十歳を超えたら自分の人生の責任は全て自分にあると私は思います。で子供時代の環境が人生の全てであるのであればそんな不可抗力はありません。悪いと思う状況で育ったと思うのであればそれを糧に今の自分にできることをやれるのが大人です。実際に劣悪な環境で育って 人でも意識の持ち方を努力し素晴らしい人生を送っている人も確実にいますただ一般的に自己肯定感が低くなる原因としては今から言うようなことが挙げられると思うんですね例えば親に褒められたことがないとか周りから過度の期待があったとか人格を否定されるような言葉を言われたとか その人格形成期にこのように自分の存在価値を感じられない環境に育つと自己肯定感っていうのが低くなるようなんですね。私自身のことで言えば、周りからの過度の期待が大きかったのかなとは思ってるんですね。で、親とか祖父母っていうのは、そんなことは思ってなかったのかもしれないんですけど、すごい過保護だったんですね。で、私は4人兄弟の長女でした。で、下の子が3人いるわけですね。で、両親ともに教師で、なかなかどうなんだろうな、その自分ではわかんないですけど、甘えられない っったたたたのののかかかななとと思うううんですね、まあ、下の子がいたからそういいいらそころはは遠慮ししていた部分はあったのかもしれない親にやっぱり親も二人ともね仕事してたしおじいちゃんとかもね先生だったりしたから親に負担をかけれないとも思ってました常にいい子で完璧でいなければいけないとも思ってたんですね勉強に関してもやっぱ祖父母も教員親も教員勉強に対しては、まあ、非常に厳しかったのを覚えてます本当はね 周りの友達がしているように少しぐらいは私も悪いことしてみたいなって思ったこともあります。例えば、大学生の時に学校に通うのがね、じゃちょっとね、その、遠かったんですよ。自分でね、バイトして原付きを買ったんですね。でも、うちの家庭では、その原付きに乗るのはダメだ っていう方針だったんですね。で、原付きって、その、生身の体で乗るんで、まあ何か、こう、事故にあったりしたら心配だっていう意味で、その原付き乗らない方がいいっていう多分方針だったと思うんですね。で、もちろん、親はね、私の体を心配して言ってくれていたっていうのは分かったんですけど、その自分でバイトをして、貯めたお金で買った原付きについてやめなさいっていうふうに言われて、否定されてるみたいで、 な気持ちがあったんですね。で、なんでいけないんだろうっていうふうに思ったこともありました。あと、そうですね、学生時代に私はすごいね、こうギターに憧れて、で、友達が、その、バンドを 組むから一緒にやらないかみたいなこと言われて、ずっとね、アコースティックギターをやってたんですけど、で、エレキギターのところがね、こう空いているから、エレキギターも始めてみたらみたいなことを言われて、やってみようかなと思ったんですね。ギターを買うにも、おかっぱコがいるから、私は何ヶ月もバイトをして、お金を貯めましたと。で、そのお金を握りしめて、買いに行ったわけですよ。そのエレキギターと、そのアンプっていうんですか、そのオドをバーンってこう出すやつで。それを買いに行ったんですよ、ね。それが、親に分かってしまって、私はねそう、やめなさいっていう風に言われたんですね。まあ、多分 できてきたかこうキーンってこう音がするじゃないですかそういうことが多分ちょっと不良みたいなイメージを与えたのかなと思って多分返品しなさいみたいなことを言われたんですねその自分が何かやりたいと思って自分で行動したことにまあ、それもやっぱり否定されているような感じがしてなんでダメなんだろうなとか何か自分のしていることは悪いことなのかなってちょっと悩んだ時期もありましたもちろん家庭環境とかその親だけが自己肯定感の低さの原因ではないと思います友達関係とか学生時代のいろいろな出来事が関係してくる ということもあると思います。このように自己肯定感は人格形成期に起こる様々な出来事によって確立されるのは間違いないと思います。じゃあどうやって低くなってしまった自己肯定感を高めていけばいいのか。自己肯定感を高めるためには5つのポイントがあるんですね。私自身もあるきっかけを機にこのポイントを強く意識するようになりました。もちろん急に変わったわけではないですし、だんだんそのこのままの自分でもいいんだっていうふうに思えるようになったんですね。ダメな自分でもいい。短所に悩む自分さえもいい。そんなふうに思えるようになりま なったことに気づいたんですねまず一つ目のポイントとしては他人と比較しないということです自己肯定感が低く自分に自信がない人はいつも他人と比較をしていますあらゆる部分を比べて優劣をつけてしまうと負けた時には自分は他人より劣るっていう評価を自分に与えてしまいます他人と比較して劣等感を抱いても何の意味もありません そもそも全ての面において誰かより優れているなんてことは絶対にありえないですね。優れているっていうて義もないですし、物事の良し悪しって人の感じ方にもよります。劣等感っていうのは利己心の裏返しです。自分は人より優れていなくてはいけないっていう自己顕示欲のもとになりたつからです。これはいつも何かの物差しで測られていて、評価されてきた人に多い特徴なんじゃないかなって思うんですね。本当に自信のある人っていい意味で他人に興味はありません。自分が70点でも80点でも 相手が点点でも150点でででもももどうでもいいんです本当に負けなのは90点の自分に劣等感を抱き獲得できなかった10点のことをぐちぐち思い悩むことです。それであれば50点でも70点でもそれに満足して正々堂々としている方が勝ちです。2つ目のポイントとしては自分に嘘をつかないといととうことです自己肯定感が低くなる原因に自分への嫌悪感があります。罪悪感 というも言えるかもしれません。まあ、そうならないためには自分に嘘をつかないことです。語弊を恐れずに言うのであれば他人に嘘はついても自分にだけは絶対に嘘をつかないことです。本当はやりたいことがあるのに封印するとか本当は行きたくないのに行くっていうことは自分の本心に嘘をついていることになります。これは何でもやりたい方だやれっていうことじゃないです。自分の本心を誤魔化さずに素直に受け止めることが大切だって言ってるんですね。自分に嘘をついてしまうのは他人にどう思われるか気になるか そもそも人に見せるための人生じゃないですよね。正直一番傷つくのって自分で自分を裏切った時です。やらないというふうに誓ったのにやってしまったとか、言わないと誓ったことを言ってしまった、やろうと思ったことをやらなかったとか。 本音は違うのに誤魔化してしまったとか。こんな時、何とも言えない情けなさとか、無力感に襲われるんじゃないでしょうかね。自分の一番の親友であり、心の支えって自分なんですね。自分との約束は必ず守って、自分に嘘をつかず、自分を裏切らないようにしましょう。世界一自分を大切にすることに罪悪感を抱かないことです。 日本人っていうのは、お酒にどうぞっていうのが大好きですから、自己犠牲の気持ちなのか、自分よりも他人を大事にするのを美徳とします。でも違いますよね。自分を大切にできない人が他人を大切にすることなんてできません。1ができない人に、やっぱり2はできないと思います。自分の一番身近な人間である自分を大切にするのは当たり前です。3つ目のポイントとしては、人に親切にするっていうことです。 自己肯定感は人の役に立てたっていう気持ちを持つことで向上させることができますですから積極的に人には親切にしましょう自分は人に親切にする人間なんだっていう称号を自分に与えましょう もちろん、見返りは求めちゃダメですよ。これをしてあげたんだから、お礼をしてもらって当然だとか、まあ、こんな気持ちで人に親切にしても、思ったような反応が返ってこなかったら、相手を責めることになりますよね。で、相手を責めてしまう自分を嫌いになってしまうと思います。まあ、人にしてあげることは全部忘れるくらいでちょうどいいというふうに私は思うんですねえ。自分が人にしてあげたことは人間みんな覚えているものです。じゃあしてもらったことはっていうふうに考えたら、うん、忘れてしまうか過小評価してしまいますよね。でも本当は自分が 人人にににししてててあげたたここととと同じくくくらいい周りののも自分にたくさんのことをしてくれていますだから自分がしてあげたことは忘れるくらいでちょうどいいってことです。感謝の気持ちって、まあ、帰ってきたらラッキーくらいに思っておきましょう。そんな風にできる自分って何かいいなっていう風にそう思えれば自己評価がほんの少しだけ高くなると思いませんか ?4 つ目のポイントとしては固定観念を捨てるっていうことです。 自己肯定感が低く、自分に自信のない人は固定観念に縛られている人も多いです。何々するべきとか、これは絶対にこうっていう決めつけはほとんどが思い込みです。辛くても頑張るべきだとか、 うん、忙しくても子供と向き合うべきだ。いつも笑顔でいるべきだ。怒ってはいけない。まあ、こんな風に様々なべきっていうのがありますよね。でも本当は物事には対極の側面があります。一見良いと思ったこともある人が見れば悪いっていうこともあります。私はネットを使った副業がこの上なく理想の働き方だと思ってるんですけど、それは私の考えなんですね。人生を楽しむことを中心に働き方を選ぶのがいいっていう風に思う人もいるでしょうし、努力とか我慢を美徳とする人もまたす。 同じよううに言うと思いますどちらが間違いとも言えませんし、どちらも正解だと思います。だから固定観念を持っちゃうと、自分がそのように振る舞えなかった時に自分に失望してしまうことになるんですね。いっつも怒ってばっかりの自分に嫌気がさしたり、これは怒るべきではないっていう固定観念が崩された時に思う感情なんですね。男なのに稼ぎが少ないなんてとか、これは男たるものをたくさん稼ぐべきだっていう固定観念が崩された時に思う感情なんですね。私もテストでは100点を取るべきだと思ってました。そう ままれていししたしそうでなくててはならなならいいとも思っていましたなので90点を取ってしまった自分が許せない気持ちになってしまっていたんですよねで今思うとテストの点数なんてどうでもいいことだなっていうふうに思ってるんですよ人間の価値ってそんなもので決まるわけじゃないですからねで私は自分が自分の理想通りでなくてもいいと思います自分で自分を許せばいいんですよねでダメなところも含めて本当の自分ですし欠点は見方を変えれば長所になることだってあります このことを一つの角度からしか見れないと決めつけが多くなってしまいます。5つ目のポイントとしては自分の得意を伸ばすということです。 自己肯定感を高くするための5つ目のポイントは自分の得意を伸ばすことです。子供の時に成功体験を積めなかった人は大人になって自己肯定感が低い状態になってしまいがちなんですけど何も大人になってからでも遅くはないんです。ただ大人になるとたくさんのことが経験済みになってしまって初めての体験っていうことが少なくなっちゃうんですね。だからできることを増やすのが一苦労になります。その時は自分の得意分野で勝負して少しずつできることを増やしてできる よううになったら自分で自分分で褒めましょう以前に私はこのようなツイートをしました。人生を輝かせるためには、勝てる戦場で勝負せよ。運動音痴がスポーツ選手になるための努力。非効率。運動神経抜群がスポーツ選手になるための努力。効率的。努力で補える部分は多少あるが、突き抜けるためには自分の得意分野に全リソースを注ぐべし。完璧な人間はいない。持ちは持ちや。 というツイートをしました。できないところで勝負して、できない自分を何度も認識して、自分を、ね、嫌いになっちゃうぐらいになったら、自分の得意分野で勝負して、できる自分を何度も認識して成功体験を積めましょうっていう話なんですね。自分もやればできるんだとか、まあ、こんな体験を小さくてもいいからたくさん積んでいくことです。それが繰り返されると、頑張ればできるんだっていう自信につながって自己評価が高くなっていきます。 まあここまで5つのポイントをお話ししてきたんですけど、まあ、ちょっと番外編として1つだけ皆さんにお伝えしたいことがあります。で番外編としては、その自分と全くタイプの違う人との出会いが人生を変えること。 があるっていうお話なんですね。で、私も自分に対する考えが変わる大きなきっかけになった出会いがあります。その、自分のママ友の話なんですけど、その、まあ、保育園子供入れるじゃないですか。そうするとね、こう、ママ友ができるんですけど、まあ、あるね、こう、ママ友と仲良くなったんですね。で、その人と結構、こう、仲良くなって、いろいろ話していくうちに、いろいろね、こう、気づかされることが多くて、その方の、その、今までの、どういうふうに歩んできたのかって聞くと、自分と、まあ、真逆の、 ようなね、こう人生を歩んできた人だったんですね。その方とお話をしていたときに、その方はもう学校も行ってなかったと。で、本当に悪いこともたくさんしたし、もう親にもたくさん迷惑をかけたし。 全く私と今生きてきた環境とか、その学生時代の様子とかってのが違ったんですね。その人に、まあ、どんな仕事してるのって聞いたら、会社の経営者だっていうお話だったんですね。いろいろな社員さんがいて、自分が社長としてやっていると。で、それを聞いた時に、なんかすっごい衝撃的で、で自分もそのインターネットを使って、こう、やり始めたばっかりの時だったから、え っていう風にところですごく衝撃を受けたんですよね。私もこれも固定観念持っていたなって思うんですけど、やっぱりその頭がいいとか、学校出ているとか、まあ、そういう人じゃないと社長になれないとか、ビジネスで成功しないというふうに思ってたんですねで。それが全く全然違うんだなと。今まで自分が思っていたことってん、ちょっと間違っていたんじゃないかなっていうところを気づいたんですね。全然学歴じゃないし、その親のせいでもなんでもないし、今自分がどう思っているかとか、 どうやっていくのかっていうことがやっぱり明確な人だったりとか、やっぱりこう自己肯定感の高い人が人生を成功させていく、その自分が思う幸せとか、自分が思う成功に向けて進んでいけるのかなって思ったんですね。まあこれはちょっと本当に一例なんですけど、自分と価値観が大きく違う人を見ることで、それもいいなっていうふうに思えるようになるんですよね。それによって、まあ今お話ししてきた5つのポイントである、人と比べることには意味がないということを知ったし、自分を信じてみようと思ったし、そしてより人に貢献しようと 思うようよになったし自分の固定観念が絶対じゃないっていうことも知ったし自分の得意分野である教育の分野で日々私は挑戦しています人との出会いから全ては始まると私はいつも本当に思ってるんですね それではこの動画のまとめをしていきましょう。自分をありのままに重要できれば、どうであっても幸せを感じられますよね。極端なことを言っちゃうと、お金がなくても、何がなくても、自分さえ好きでいられれば、人は幸せだと思います。今日は全く副業やビジネスに関係のないお話になっちゃったかもしれないんですけど、基本的にお金を稼ぐっていうことは生き方の一つですし、生き方とは考え方プラス行動っていう公式のもと成り立っていると私は思います。自己肯定感を高めることができれば、自分はきっと成功する。自分はや であればできると自分を信じてビジネスに取り組むことにも通ずるものがあるはずです。どうせ自分なんて成功するわけがないとか自分は全然ダメな人間だから価値がないまあ、こんな風に思いながら挑戦する人に幸運の女神は絶対に微笑んではくれません。この動画を見ていただいた皆さんには今日話した5つのポイントを意識して自分に自信を持ってビジネスプライベートともに幸せを感じられる生き方をしてほしいなと心から思っています。このチャンネルではアフィリエイトに始まりネットを使った副業の方法をたくさん解説しています。 個人で稼ぐ力を身につけたい会社に依存しない生活をしたいそんな技術ノウハウを知りたい方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたしますそして今日この LINE アットもやっております登録していただいた方には無料で Web ライティングの基礎講座を差し上げております副業するにもライティング能力は必須ですのでぜひ手に取って見てみてください TwitterFacebookInstagramTikTok の方でも情報を発信していますのでフォローよろしくお願いいたしますまた別の動画でお会いしましょう